先週行われた日韓首脳会談を受けて、慰安婦問題などを話し合う局長級協議がソウルで行われています。外務省の局長級協議には、石兼アジア大洋州局長とイ・サンドク東北アジア局長が出席しました。先週の日韓首脳会談では、慰安婦問題について、今年が国交正常化から50年であることを念頭に、できるだけ早期の妥結を目指して交渉を加速することで合意しています。今日の協議で両政府は元慰安婦に対する総理の謝罪の手紙や政府の予算による拡充した基金での支援などを基本に妥結に向けた話し合いをしている模様です。ただ日韓の溝は大きく協議は難航していると見られます。